では書いていこうと思います。筆の真ん中ら辺を優しく持って墨をたっぷりとつけて書いてみてください。文鎮もしっかりセットしてください。では書きます。では続いて拡大バージョンを書いていこうと思います。では続いて真正面バージョンで書いてみたいと思います。筆をしっかりと入れて丁寧に動かしてピタッと止める。止めたら根元からスッと上げましょう。縦の線もためを意識してグッとしっかり止めて滑らかに、すという文字を書いてみました。ここのためとか止めの部分をしっかりと意識して書いてみてください。一番のポイントはここですね。ぐーっと回るとこですね。ぐっとちゃんとここが一直線になって、その後続くところもこう回転をして続くところもあまり段差がないようにスッと書けるといいかなと思います。この線がギリギリまでまっすぐで、最後だけちょっと左の方に払っているという意識で書いてみるとより分かりやすいと思うんで、気をつけて書いてみてください。チャンネル登録よろしく。 Twitter、Facebook、Instagram もチェックしてね。